こんにちは。厩舎周り担当の三浦幸太郎です。今週は担当の菅井直厩舎から東京日曜11レースの、エプソムカップのジャスタウェイを推したいと思います。この馬は、休養前3走はちょっと人気を裏切る形になってしまったんですが、金牌はその前に一頓差があって、で直線もちょっと窮屈な場面があってということで、そしてその前々走の京都記念は 2200m という距離でちょっと出していくと引っかかってしまってちぐはぐな感じになって、そして前走の中日新聞杯は、先行する内を通る先行馬が有利の場合ね、外外を回る形、さらにはレース中に落鉄もしてたということで、3走とも確実にね、範囲はっきりしてるんですね。でそこから放牧に出して、立て直して動きなんかもね、かなり良くなってますし、体も10キロぐらい増えてるんですけども、全く太め感なく、体に幅が出てね、緩さも解消した感じで、状態面もね、休む前とは全然違うというふうに聞いてます。いい頃に見せるうるさい仕草なんかも見せてると、いうことですね。そしてやっぱりこうポン掛けの効くタイプなんで、休み明け初戦の方がいいですし、毎日王冠ね、昨年の秋2着、その時と同じ条件ですね、休み明けで東京の 1800m、その時よりもメンバーも軽いですから、スムーズな競馬さえできればね、勝ち負けになると思います。初戦が妙味ということで、単幅でいきたいと思います。